さあ、ついに運命の26日が来たな。果たして地下の黒曜石の先は出口なのか。長かったな。26日。奇跡的に前回の日数と同じっていうね。本当だな。って言ってもまだ脱獄は成功してないけどな。自由時間だよ。あ、おはようございます。おはよう。ジャングルジムは復活しましたか？もう永久的にジャングルジムは設置されないよ。そんな、私の唯一の生きがいだったのに。スライムの遊具がまだあるじゃん。だってあれつまんないんですもん。やっぱりそう思っていたんだね。あ、いや、面白いです。塚監視長の作る遊具面白い。はいはい、自由時間だから勝手に過ごしてね。さすがの私もちょっとかわいそうに思えてきたぜ。じゃあ、まずはダイヤモンドツルハシを作っちゃいますか。あ、そうか。ダイヤモンドを手に入れただけでまだ制作はしていなかったんだね。ここでダイヤモンド足りなかったとかあったら笑うけどな。大丈夫でしょ。噴水の上、監視塔、ドクロが見つめる先。全部で3つあると思うよ。あ、大丈夫そうだな。しっかり3つあるぜ。じゃあダイヤモンドツルハシ作ります。お願いします。よし。ついに念願のダイヤモンドツルハシだぜ。そんじゃあ早速地下廃坑行っちゃいますか。そうだな。こんなところ早く出ようぜ。よっしゃ来たぜ。ドキドキの瞬間ですね。じゃあ掘るぞ。うん、なんだった？これはどうやら脱出口じゃないな。そこにあるのはチェスト。ちょっと待ってな。ここの黒曜石も掘らないとな。よし、じゃあこの中身確認してみるか。何が入っているんでしょ。あ、バルコニーの鍵が入っていたぞ。あ、ここでバルコニー来るのね。正直バルコニーだけ行ってなかったから不安ではあったが。言われてみればね。そうか、ここが脱出口じゃないのね。ちょっとがっかりはしちゃうよな。どうする、バルコニーはどのタイミングで行く。本当はすぐ行きたいけど確実なのは刑務作業の時間帯だよな。そうだね。ダイヤモンドツルハシだって手に入ったからここで見つかって没収は嫌だよね。とりあえずこの時間は自由広場で待機しようか。そうだね。それがベストな選択だと思う。バルコニー、行って何があるんだろうか。序盤からずっと見かけてはいたけど、何があるのかは全く見当がつかないよね。でも隣の処刑場の上に行けるんじゃない。あ、そっか。あの上って何かあったんだっけか。監視塔から見た時はチェストがあった気がする。その中身に何が入っているかだな。でもダイヤツルハシが手に入った現状で他に脱獄に必要なアイテムってあるのかな。わからん。脱獄経路が書かれた本とかあるんじゃね。ああ、確かに可能性はありそう。脱獄の仕方もわからなくなっちゃったしな。脱獄してー。そんな叫んだら監視に聞こえるんじゃないか。あ、監視長来たな。あ、今日の飯の時間も刑務所で過ごすのか。もう脱獄した時のことしか考えてないな。そりゃ黒曜石の先は脱出口だって前の刑務所で習ったもん。ツバイ刑務所は一味違ったな。終了だよ。あ、食事の時間だ。今日はきっと献立が変わっているんだろうな。え、変えてないけど。ガリーン。ガリーンなんて言ってるやつまだいたんだ。まあそんなこんなで食事の時間だから、刑務作業までちゃんと食べておいてね。了解しました。わかりました。またメニューが一緒だ。さすがに変わらなすぎて飽きるよなこれ。まあいいでしょう。今日が最後の食事だと思えば、刑務所での最後の飯ってことか。そういうことです。最後になるのかな。いや、なんとかなるって。バルコニーに行けば。この段階で脱獄のビジョンが見えないのが本当に怖いんだよな。前回とかは刑務所から井戸が見えたりしてあそこから出るんだろうなとか予想ついたんだけどな。最終手段は監視と戦う。二人でかかればいけるか。山中はダイヤだったから難しかったけど、飯塚監視長は鉄装備だからワンチャン。初めの方に使った石の剣とかも残っているしな。ってなんでマジで監視を倒す方向性になってんだよ。え、だってマリサがその気だったんだもん。とりあえず、この後の刑務作業の時間が重要だ。バルコニーに近いところだといいよね。終了だよ。今日の刑務作業は？今日の刑務作業は新しい作業だよ。お、まだやったことない作業あったんですか？厳密に言えば一時的にやってほしいことがあるって感じなんだよね。ほう、それはどこの作業なんですか？ね、こっちだね。え、そんな道なき道を行くんですか？裏ルートです。飯塚監視長は浪人が裏ルートなんて。あ、そういえば今日はタイミング的に風呂なんだけど。そういえばそうですね。風呂の調子が悪くてね、今日はなしにします。私たちも完全に忘れてましたね。あ、じゃあ忘れたままにしてもらって。でも飯塚監視長が風呂の話をしだしたのでめちゃくちゃ入りたくなりました。そうなんだ。いや、そうなんだじゃなくて。っていうか刑務作業の場所ってマジでどこなんですか？ここの階段を登って上に行きます。あ、こっちなんですね。初めて来たぜ。それでこっちの通路の突き当たりの部屋だね。
なるほど。今日はここで作業をしてもらうよ。新監修要求形式ですか。中に入ってくれたらわかる通り、今のところ何も置かれていないんだよね。だからそこのチェストに入っているものをうまく使ってこの部屋を装飾してほしい。なるほど。任してくださいよ。めちゃくちゃかっこいい部屋にしてやります。いや、どちらかというと落ち着いた雰囲気にしてほしいんだけどね。なんか君たちに任せるのが不安になってきた。私はちゃんと作るんで安心してください。私もちゃんと作るんで安心してください。もう監修いなくなっちゃった。私たちのセンスは信じられないようだ。っていうかバルコニーからだいぶ遠いね。ここそうだな、釣りとか農業とか来るかなと勝手に予想していたが、まさかここで新刑務作業が来るとはな。まだ新刑務作業あったんかいって思った。思い返せばこんな部屋あったなとは思ったけど、マリサはこの部屋の存在は知っていたんだっけ。いつかの探索でこの部屋の存在は気づいてはいた。あ、そうなんだね。ちょっとここからだとバルコニー遠いから、この後の房内待機で行かないか。あ、そうだね、それがいいと思う。この作業はしっかりやっておかないとごまかせなさそうだからな。確かにね、釣りとかは全然釣れませんでしたとかでごまかせるけど、この作業はちゃんとやっておかないと何か言われそうだね。お、いいんじゃない、そのグローストーン。休憩室っぽい雰囲気出せているか。休憩室かどうかはわからないけど、おしゃれな感じは出ていると思うよ。こっから見たらめっちゃカーペット置いてるぞ。意外とカーペット設置するの難しいんだよね。さすがにカーペットが浮いているのは意味がわからないからな。面白現象が起きちゃってる休憩室になる。マリサの方は何を作っているの？シャンデリアでも作ってやろうかなと思っているぜ。シャンデリア、そんなすごいもの作れたのマリサ。まあ見かけだけだけどな。だが、軽い気持ちで挑戦したら思ったよりも難しくて苦戦しているぜ。あの複雑な構造をどう表現するかだよね。っていうか私たちめちゃくちゃ真面目に刑務作業しているな。今までで一番真面目に刑務作業しているかもしれない。こんなことしている場合なのかな。今になって不安になってきたぜ。刑務作業をやって監視庁の株を上げるのも立派な作戦の一つだよ。そうだよな。そう考えよう。うん、こんな感じか。シャンデリアできた。私のできる限りの発想は使った。あ、飯塚監視長、そこにいたんですか。刑務作業終了だよ。進捗の方はどうかな。まだカーペット敷ききれてません。意外と室内装飾って時間かかる。それなりにこだわったから時間かかったのかもしれないですね。テーブルとか椅子も欲しいから、もう一回くらいやってもらわないと厳しいかもね。こういう感じですか。これは浮いてておかしいからダメ。普通に拒否られた。じゃあ二人とも房に戻るよ。カーペットもチェストに入っていた分敷いたんですけど足りませんでした。あ、本当に。じゃあ次回足りなかった分は入れておく。新監修要求形式でかいですからね。食堂上にあるやつもあれくらいでかいからね。あ、ちょっと待ってください。どうしたレイム。装飾するやついくつか持ってきちゃいました。じゃあ今すぐ返してそれは。すいません。早い段階で申告してくれたから許してあげる。飯塚監視長は神様のようだ。明日申告してたら電気椅子だったから。電気椅子。よし。じゃあ二人とも房の中に入ってねー。わかりやした。了解しました。じゃあ明日の自由時間まで待機だよ。よし。じゃあバルコニー行っちゃいますか。行きましょう。眠気が来る前にささっと。大丈夫だよな。飯塚監視長はいないよな。問題ないと思う。行けるわず。飯塚監視長は自由広場側の出口から出て行ったから、こっち側から出れば問題なさそうだな。大丈夫そう。監視はいないな。これバルコニーまでどうやって行く。まあ普通に外回りで行けばいいんじゃないか。その方が安全だと思うし。そうだね。ここだ。鍵は霊夢が持っているんだっけ。そうだね、私が持っているから今入れます。頼んだぜ。開いた。よし、ついに来たぞ。何がある。あれ、椅子と机くらいしかない。ってことはやっぱりここから向こうに飛び乗るって感じか。それくらいしか考えられないね。てかここがっつり監視塔から見えるけど、ちょっと怖いな。スムーズに向こう側に行っちゃいたいね。ここで若干のアスレチック要素あるの怖いな。ちょっとマリサ先に行ってみてよ。あの絶妙な隙間乗れるかな。ほい。おお、いけたじゃん。じゃあ次はお前の番だな。
失敗したら私のことは見捨ててくれ。わかったぜ。そこはお前のことを見捨てるものか、とか言ってくれるパターンじゃないの。そんなパターン知らない。まあ無事に成功したんで見捨てられることはなくなりましたけど。さて、あそこに何かあるな。チェストあった？いや、これチェストじゃないな。はしごがあるぞ。はしご？何に使うのそれ？この上に行けるようになっているだけだ。はぁ、これだけしかないの？もうちょっと周辺を見てみるが、全く何もないなこれ。ひょっとしてバルコニーの鍵？無意味ですか？いやいやいや、あんなに厳重にされていて、そんなこと普通ある。って待って、今監視塔に監視いなかった。見られたの？わからん。こっち見てたような気がするけど。でも何も起こってないから大丈夫じゃない？私の気のせいだったか。あ、やばい、どうしよう。とりあえず一旦降りろ、地下に向かうぞ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。